はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日お届けするテーマはですね、先日3本立てでお届けした生命判断はどうして旧字体でカウントするのかという動画、その3本の動画の続編になります。はい、こちらでございます。なぜ三髄は4画でカウントするのか、はい、こちらはですね、もう少し詳しく解説する必要があるのかなということで、ちょっと先日のですね、3本の動画、旧字体で数えるか新字体なのかっていう、その旧字体か新字体かと、この三髄を4画で数えるのか3画で数えるのかはまたちょっと別問題なので、今日はここだけにスポットを当ててお話ししてみたいと思います。もしかしたら時間によってはまた2部作になるかなと思うんですけれども、それでもね、丁寧に皆さんが納得いく説明ができるように心がけますので、最後までお付き合いください。で、どうして今回ね、この旧字体か新字体かとはまたちょっと別の話で、この三髄は4画でカウントするのかをまたスポットをね当てたかと申しますと、先日のその3本立ての動画に、3本目の動画かな、そうですね、3本目の動画に、ちょっとね、説得力がないよっていうコメントをいただいたんですね。ちょっとコメントをご紹介しましょうか。それでは皆さんと一緒に読み返してみたいと思います。コメントくださったのが XXO さんですね。ちょっと今後あの XO さんってちょっと一個短縮させて、すいませんね、略させていただきますね。まあ本名というか、正しくは XXOXO さんなんですよね。だけどちょっとほら長いから XO さんって呼ばせていただきますね。だからその意味をしっかりと説明してほしい。旧漢字だったら旧画数だとわかるが、その画数が違う歴史から紐解いてほしい。早口でわかりにくく説得力がありません。はい、すいません。まあそれに対してスガッティ一応コメントを返信しております。ご意見ありがとうございます。まだまだ説明が足りないようですので、まあ、近々続編を配信させていただきます。ぜひご覧くださいとのことなんですけれども、まあスガッティの3本立ての解説動画で、生命判断っていうのは新字体じゃなくて旧字体できちんと鑑定しないといけないんですよ、なんでかっていうね、その説明を3本の動画でお話しさせていただいたんですけれども、もちろんその3本の動画でご覧いただいてくれたみんなが全員が、全て理解できたとはもちろん思ってないんですね。だから XO さんのようにまだまだこう理解できるまでの納得できるまで、いけてない方っていうのはきっといると思うんですね。で、今日はそのまだ理解ができきってない、納得しきれていない方に、さらにね、ほら三髄が4画っていうことは旧字体なのか新字体なのかとはもう論点が違うんですよね。また別の話なので、ちょっとねその部分までまた掘り下げてですね、お話を進めてみたいと思ってるんです。なので XO さんのまあ論点っていうのは、そもそも生命判断そのものをね、信じる信じないじゃなくて、新字体なのか旧字体なのかで、またはどうしてじゃあその三髄を4画でカウントするのか、その理由をっていうことですよね。そこが論点だと思うので、なのでまあこのご質問というかご意見を、まあ、テーマにしたいなと思ったのが一つと、あと、まあ、前提としてですね、XO さんが、まあ、この少なくともこの3本立ての3本ともご覧になっていただいた上で理解できないとか納得できない、なんだっけ、説得力がない。それはしょうがないですよね。はい。そう感じてしまったなら、まあ、3本は少なくとも最低限見ていただいたのを前提でね、3の3だけ見たんじゃなくて、3の1、3の2、3の3ってね、3本ともご覧になっていただいたという前提でお話を進めさせていただきます。なので、生命判断そのものをね、そもそも信じないという人に、スガッティは、信じてほしいなんて、もうさらさら思ってないんですよ。だから、信じない方は信じない方がいいし、その方が幸せなんだから、信じない人に信じてくださいとは全然思ってないんですね。だから、もしね、XO さんが生命判断なんてデタラメだと、信じる気はないよとかね、まあ生命判断に限らずですよ、占い、手相とかね、星占いとか、もろもろ、そんなのデタラメだと、信じるつもりはないっていうスタンスなんだとしたら、別に、説明しなくてもいいかなと思ってるんですよね。だけど、XO さんは理解したいっていうスタンスなんだ、受け止めて、で、お話をさせていただきますね。で、まあ今日は XO さんだけじゃなくてね、
もしかしたらきっと他にも XO さんのように前回の3の1、3の2、3の3の3部作ではまだまだ納得できないっていう方もまだきっといるかと思うので、そういった人たちに向けて理解を深めてもらうためにさらに一歩踏み込んでお話を進めてみたいと思っております。やっぱり生命判断の目的っていうのは私はですけども、その人その人のねお名前を鑑定して、で人生がねスポーツマンに向いてますねとかさ、お金がたまらなそうですねとかね、男運が悪いですねとか、そういうことを言うのが目的じゃないんですよ。もちろんそういうのも占いですからそうやってますけれども、それっていうのはやっぱり一番の目的はこれから生まれてくる赤ちゃんにですね間違った画数を名付けてしまわないために。だからいい画数も悪い画数も画数ごとにいろんな特徴があるじゃないですか。それを検証して裏付けて、でその数字ごとの特徴っていうのをですねはっきりさせた上で、でなるべくなら悪い画数を名付けたくないなっていうのが一番なので、だから今後生まれてくるであろうね皆様の、お子様とか皆様の周辺ご親族とかね、仲間とかの元に生まれるであろう赤ちゃん、お孫さんとかね、そういった赤ちゃんの名付けのためなんですよ全ては。だから、自分占ってもらった大吉、大凶、ああ、よかったな、ああ、残念だな、じゃなくて、それをどう未来に生かすかっていうのが大事だと思ってるんです。なので、そういった人たちが間違ってね、赤ちゃん名前辞典とか買っちゃったりなんかしたら大変だし、あるいはその、ほら、インターネットっていうのが普及して、誰でも簡単にね、ホームページとか、ああいう占いサイトとかを作れる時代になってから、びっくりするぐらい、新時代のそのサイトとかね、本とかが、急に多くなっちゃったんですよ。で、それだと、なんか数、なんていうの?数で負けちゃうっていうかさ、その、言ったもん勝ちっていうかさ、何?新時代のその占いサイトとかが、たくさん出回ってしまいすぎて、なんか旧時代で、元来のね、伝統的な生命判断が、むしろ少数派みたいに思われ始めてしまっているというのがですね、それってちょっとそこにですね、危機感を覚えて、で、手抜きサイトとか手抜き本が、こう、たくさん出回ってしまったことによって、こちらというか、本来のね、伝統的な生命判断がマイノリティみたいになってしまっているこの現状、それをですね、スガッティはちょっと待ったをかけたくて、で、この YouTube 生命判断の、チャンネルを開設したいきさつもあるんです。それはアメブロとかね、Facebook とかでやってるのもその目的なんですけれどもね。だから、これから赤ちゃんを、産もうとされている方が間違った、情報をね得て間違った名前を、赤ちゃんに名付けてしまわないために、スガッティはまずこの旧字体だっていうね初歩中の初歩的な問題、それを三部作で先日お届けしたわけですよね。だから何度も言うようだけど、そういったこれから赤ちゃんを授かるであろう、若者たちとか未来のね、お父さんお母さんとか、あるいは、生命判断面白いな、覚えてみようかなとかって言って、生命判断の本を買った、自分で覚え始めたけども、待てよ、スガッティチャンネルっていうのでこういうこと言ってたぞと。で、漢字の画数の部分、ページ行ったら、花っていう漢字が7画で数えてあるじゃん、これ、とかっていう本を今持ってる人、その本はすぐ捨ててください。もう2000円ぐらい無駄になっちゃうけど、しょうがない。それはもう無駄な買い物だったんですよ。だからね、そういった本を買っちゃった人とか、間違った名前を名付けてしまった人とか、名付けられちゃった人とか、名付けそうになってる人とかね、あるいはこれから、生命判断覚えようかな、待てよ、旧字体と新字体っていうのがあるのか、どっちにしたらいいんだろうかってね、戸惑っている方とか、そういう、生命判断に、一歩、こう、足を踏み入れた方々のためにはですね、やっぱりこの基本的なことっていうのは、教えてあげたいなって思ったんで、XO さんもその一人だという前提でですね、今日はお話を進めていきたいと思います。XO さんももし仮にそうじゃないとしたら、別にもう見なくていいんですけれども、ただご覧になっている、スガッティ門下生の皆さんはね、もちろん、今だに、その生命判断で信じたい、どうしても納得いかないんだよな、みたいな、部分がもしね拭いきれないんだとしたら、やっぱりこの問題ね、三髄の問題、これってまた三髄だけじゃないんですよ。手編だってそうだし、草冠だってそうなんだけども、この問題っていうのは大事ですんで、今日改めて、お話をさせていただきます。じっくり。そして XO さんがちょっと早口で聞き取りにくいって書いてありましたんで、今回の動画はゆっくりお話しします。
でね、もし、ちょっとこれテクニカル的なことになりますけれども、もしね、まあ、スマホでも iPad みたいなタブレットでもパソコンでも何で見てるかわかんないけども、皆さんね、もしスマホで見てる方、多分8割以上がスマホで見てるんで、その場合はね、ここをほら、ちょっとポチッと押すと、この、右上かな？右上に点々点あるでしょ？この点々点を押すと、こうすると、ここにほら、速度、再生速度、今標準になってるんだけど、ここね、ポチッと押すと、ほら、何倍速って出るんですよ、ここに。早くもできるし、遅くもできるの。だから、スガッティ動画が、もし早口だなって思ったら、このほら、ちょっと緩めればいいの、この辺で。そうすると、ゆっくりになるから。わかりました？この点々点を押して、今ほら、速度が、よいしょ。0.75 倍になってますけどもね。それでもまだ早口だな。もっとゆっくり話してほしいなってなったら 0.5 倍にすればいいだけの話で。はい。まあね、個別にこうやってカスタマイズするの面倒だったら、まあ、しょうがないけども、まあ今日の動画だけはですね、ゆっくりお話しさせていただきますんで、ちょっと間延びしますけれども、ご了承ください。結論から先に申し上げますとですね、手編も1,2,3で才能の才みたいなの書くけど、でもあれも才能の才の意味じゃなくて、もともとっていう絵を略して才能の才にしちゃってるから、だから、まあ、実際の画数3じゃなくて4で数えるんだけども、でもそもそもどうして手の意味っていうのはもちろんわかるけども、なんで筆数と違うんかってそもそも論ですよね。なんでって考えたことないと思うんですよ、皆さん。なぜ生命線が長いと長生きしやすいかの、なぜは、もちろん生命線が長くてもね、短命の人はいるし、スガッティの周りでもね、短命の人いました。その人のね、手相を見たんですよ。だけども、全然短くないんですよ。そういう分析結果がまた統計の中から出てきて、で、算数を読んで計算してみた結果、ピタッと、ピタッと、ピタッ、ピタッ、ピタッと。